皆さんこんばんは。こんばんは。ゴルフ夫婦のゆうたです。ゆかです。ゆかちゃん、今日は何をしますか？シムマックスとタイトリストの TSI3 の打ち比べをしたいと思います。はい、お願いします。私打つの？そう。これ両方僕のやつなんですよ。はい、で今までこっちを使ってた Simmax を使ってました。で今現在こっち TSI3 を使ってます。で僕はちょっと先入観が入るとどっちとかってもう決まっちゃうんで、まあ、ゆかちゃんが全く先入観のない状態で打ってみて、どういう感じ、まあ、打感が柔らかいとか球が上がりやすいねとか、そういうのを、まあ、素人目線僕たちなりの見解を動画でアップできたらなと思っております。でちなみにスペックはこれツアー AD の PT6S です。ゆかちゃんのは全く同じです。ちょっと見せてみて。これです。一応両方まあ 6S ということですね、はいはい、で長さもほとんど一緒で、バランスはこっちが D1 でこっちが D2 ぐらいあるんですけど、まあ、その辺はご愛嬌ということで、ちょっと早速ですが打ってみましょうか、ゆかちゃん。はい、はい、ただシャフトが私は硬いんで、そうちょっとどうかな、うん、まあしだした感じでどうかっていうのをちょっと言えたらいいね。はい、はい、行きましょう。はい、うん、ではまずSimmaxから打ってみたいと思います。Simmax、 ゆかちゃんちなみにこれ、まあ、さっきも言ったけど、うん、メンツなんで S だよね、うん、結構重いよね。そう、おー、玉あの辺ね、うん、まあ、顔がいつも打ってる顔だからね。ちなみにゆかちゃんも Simmax 使ってます。違和感ない。うん、よいしょ。ちょっと重たいけど下硬いでしょ。でもやっぱ打感は柔らかいし、うん、私は好きなの。はいはいはい、なるほどね、うん、もうちょい打ってみて、はい、いい音するな。そう、ちょっと低めの音で、ちょっとそうだな、うん、なんか当たったって感じ。打感はどう？打感柔らかい。柔らかい。うん、球高いな、結構。球上がる。ね。シャフト S だけど意外といいかもな。いいか。新発見。今まで柔らかったんじゃない？おお。球上がるし。うん。予選でも多分Simmax本当使いやすいと。ちなみにゆかちゃんシム打ったことあるっけ？シム打ったことあります。シダしましたけど、うん、私ドロップボールがすごい出たんですよ。ヘッドスピードがないから難しかったよな。すごい難しくて、めちゃくちゃ力ある人とかだったら、うん、Simmaxよりシムの方がいいんだろうなっては思います。そうだよな。オッケー。よいしょ。いいんじゃない？意外と悪くない。マジでそっちの方がいいんじゃない？意外と悪くないから。はい。では続きまして。TSI。TSI。3ですちなみに。シャフトはさっきと一緒で。はい。PT6 です。顔はね、ちょっと丸い感じ。うん。ボテッとしとる、まあでも、うん、個人的な感想だけんな。それはそれでいいんじゃない？うん、おお、球がちょっと低いな。でちなみにSimmaxが 10.5 度で TSI3 が10度。うん、おお。打感はどう？打感はこの表面が見える、うん、見える表面がちょっと違う構造というか、うん、チタンだけんな、なんかむちっとくる感じ。ああ、やっぱ潰れる感じ。ちょっとそんな感じ。なるほど。シムマックスより柔らかい。柔らかい。へえ。打感は柔らかい。まあ、球も比較的上がりやすい。なんか音がいいよな。音がいい。なんか潰してる感じがする。ちょっとティーに当たってる感じはあるけど、うん、球も上がるし、なんか前にいっとるような気するな。うん、スピン量は多分数値はちょっと今回見れないんですけど、こっちの方が少ないんかなって感じの球筋。うん。キャリーが出る感じやな。両方悪くないね。おお。両方悪くないですよ。シャフトがいいんじゃない？あ、まあ。おい、いいね。めちゃくちゃ飛んでない？ほんならちょっと5球ずつぐらい打った感想はどうですか、あゆかちゃん？感想？うん。個人的な感想だよ。うん。いや、本当どっちもいい。どっちもいい。から、うん、どっちか決めろって言われたらちょっと難しいよ。難しい。でも多分打感として柔らかいのはこっちの方がすごい柔らかいなっていう、はい、タイトリストな感じはする。やっぱりここのフェース面が違うから特殊な、うん、吸い付く感じ。はいはいはい。こっちは柔らかいけど、まあ、うん、弾く感じ。柔らかく弾いてくれる感じ。そうだよな。なるほどなるほど。から、うん、どっちだろう。難しいね。もう両方いいよな。両方いい。うん。で、これ数値で見たいよな。確かに確かに。ちょっと今度なんかできたらやってみよう。うん、じゃあ僕ちょっとやっていい？はい、じゃあシムマックスの 10.5 度からいきます。球もめっちゃ高くない？球高いね。優しいのは優しいよな。うん。多分。女性の人でも多分使いやすいクラブ。うん。おお。ワンタッチ。結構なんていうんかな、この当たった時にインパクトしたっていうのがすごい手に伝わってくる。シムマックスと結構右に行くこと多いよね。多いね。で次タイトリストの TSI3。 向こう見えるか分からんけど、奥のペットより全然上上がっとったが、うんうん、それとちょっと比較してみよう。ワンタッチ？うん、けど低くなってない？低いね。おお。僕はシムマックスとこっち比べると、うん、すごいゆかちゃんも言ってたように打感がむちゅっと食いつくような感じでピャンと弾く感じ。うん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 。ああやって、まあ、結構ミスだが、けどそこまで OB に行くっていう感じもせんし。確かにね。ちょっとラスト1球です。県民大会当日須藤です。よろしくお願いします。急に企画だったんじゃない？こういう練習もな、大事だよな。うん。いい球でしょ。うん。ボールが吹けない。うん、で、まあ僕こっち買ったっていうのは結論も出てるけど、うん、こっちの方が僕は好き。うんうん、で何がいいかっていうとスピン量も多分僕には最適だし、うん、でどうなんだろう、シムはすごい優しくていいクラブだし多分万人受けするけど、うん、こっちは操作性も僕は良かったり、なんか自分のイメージした球筋に近いのが出やすい、うん、っていうことかな。まあそんな感じかな。なんでまあこれ参考になれば皆さんちょっとまあ一回試打してみてやってみたら、うん、確かにね、女性の人でタイトリストあんまり使ってるイメージないし。どうだったゆかちゃん？私はね正直どっちも良かったから、うん、どっちがいいかって言われるとちょっと難しいかな。多分僕がゆかちゃんのどっちがいいかわからないっていうのが、うん、まあ結局もうスイング結構出来上がってるかな。で何打ってもある程度の球筋は打てるんよ。まあ確かにねそれはあるかも、うん、けど僕みたいな、まあ、アマチュア70台も出たり100点も近く打ったりとかする人にとっては、まあ、Simmax もすごいもちろんいいクラブ、うん、けど70台バンバン出したいなって思ってきたら多分イメージしやすい僕は TSI3 をおすすめするかな。 TSI2 も打ったんだけどすごいあれはシャローで吹き上がる感じがしたから、こっちディープフェイスでポテッとしたって言ったかだけん前に結構いくんよ。で9度も打ったんだけどちょっと難しかったな。だからまあ10度がまあおすすめかなと。確かにね、Simmaxも女性使いやすいけどタイトリストってあんまり女性使ってるイメージが、まあ、なかったないなというか、うん、使ってる女性あんまり見たことなかったなと思ったんですけど、うん、まあ今回打ってみたら女性の人でも使えるんじゃないかなって思いましたね、うん、まあ、タイトリストもいろいろシリーズがあって、うん、V1 かな、うん、なんかあるんだけどそれは結構優しめなやつ、うん、で今日打ったね2つは本当に両方優しいクラブだったんで、うん、やっぱ進化しとるようなクラブってな、ね、進化してますね、うん、曲がりにくいしすごい打感も良かったし、これは武器になるかなと思います、はい、はい、皆様、まあ、参考に、はい、これあくまでも個人的な意見なので本当に個人的な意見、うん、まあ、参考にしてもらえたらなと思っております、はいはい、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また見てください。またお願いします。バイバーイ。